強く叩けましたよね、はい、あーこれはスタンドまで行きそうですが、まあ、確かにね坂本といいますと非常にこう引っ張って強い当たりを飛ばすという印象が強いんですが、今年は割と広角に打ってたという印象がね、はい、あって、まあ、悪い時に少しね変化球を前で捉えすぎてたというものは出てましたね、はい、ただ今はしっかりと緩いボールを打ってレフトへ大きな当たりを打ちました。ただあれだけ打てるということは何かバッターの側からして菊池雄星のフォームで、あ、変化球だとこう分かるような何かあったりするんでしょうか。いや、そういうのはないと思いますね、まあ、その前にカーブ見たんでね、はい、体が自然に止まったんでしょうね、反応したんでしょうね。これはいわゆる逆球、になります。4試合ぶりの阿部の一発です。いやー、いい打球でしたね。いや、今のインコースのボールをねあれだけ完璧に捉えられたときに、この後ですね、はい、このストレートで強気どうしていけるのかっていうところにはね、注目したいですね、はい、やっぱなかなかあそこまで完璧に打たれるともうぐいぐいストレートを押すっていうのはできないと思うんですね。そうですか。